はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今回の動画では写真編集ソフトのお話をしようと思います。僕はできるだけコンパクトな機材と少ない荷物で写真を撮ることを自分の中でコンセプトにしてるんですけども、写真を撮るとどうしてもね、編集や写真管理が必要になってきたりしますよね。で、そんな編集も僕はもうこの iPhone でできたらもう全然いい人なんで、まあそんな僕にね、ちょうどいい編集アプリが、今日紹介するライトルームです。で、ライトルームって、写真編集ソフトの中でもかなり有名なソフトで、使ってる方もいっぱいいらっしゃると思います。でもね、紹介する前にちょっとライトルームのことを簡単に話しておくと、ライトルームはフォトショップやイラストレーターでおなじみのAdobeという会社が作っているソフトです。写真の現像や編集に特化したソフトになります。で、そんなライトルームなんですけども、実はライトルームにも2種類ありまして、ライトルームと、ライトルームクラシックっていう2種類があります。で、2つを、ざっくり説明すると、初めからあった方がライトルームクラシックです。で、このライトルームクラシックは PC 限定で、パソコンの SSD や外付けのハードディスクに写真を保存して使います。で、一方のライトルームですね、これから紹介するんですけども、そのライトルームはクラウド上に写真を保存して、パソコンはもちろんスマートフォンやタブレットの間でもデータを共有して同期して写真の編集が可能になります。で、もともとはライトルームクラシックはライトルームという名前だったんですけども、この今から紹介するライトルームが登場して、ライトルームクラシックという名前になりました。で、もともと僕はライトルームクラシックの方を使っていました。ライトルームが、今のライトルームがなかったんで、ライトルームクラシックを使ってたんですけども、今はもう本当にライトルームだけに絞って使っています。で、今日はそのライトルームを使う理由をお話しするんですけども、その前にライトルームクラシックをやめてなぜライトルームを使うようになったのかっていうのをちょっと簡単にお話しします。で、理由は2点あって、1つはもう大きな理由で、クラシックの方はパソコンの SSD やハードディスクを使って保存するので、写真が溜まってきたら絶対にハードディスクを買い替えとか必要になってくるんですけども、ライトルームはもうクラウド上に保存するので、それが必要ないということです。で、2点目の理由は、以前はね、ライトルームクラシックの方が圧倒的に編集内容とかも多くて使いやすかったんですけども、今はね、もうかなりアップデートされて、ほとんどライトルームクラシックとライトルーム編集する内容がもうほとんど変わらないので、僕はもう完全にそちらに移行しました。はい。で、それらを含めてね、僕がなぜライトルームを、数あるね、編集ソフトの中からこのライトルームを使うかについて理由を6つ紹介したいと思います。先にお話ししておくと、ライトルームは無料で使える機能と有料版があります。で、今から紹介する機能のほとんどが有料の機能です。お金がかかるのかと思う方もいますけども、もうその場合はちょっとこの動画をこっそり消してあげてください。お金がかかってもなぜこのライトルームを使うのかっていうのを今からお話ししていきたいと思います。1つ目の理由が、先ほども紹介したんですけども、クラウドに保存できるからです。ライトルームはクラウド管理ができて、 PC 版や iPhone や、スマホですね、 iPad のアプリが用意されていて、インストールしているデバイス間ならもう場所を選ばずに編集可能です。例えば写真を撮ったとします。外でカフェとか入って休憩したい時とか、出先とかで、写真編集をライトルームに入れて iPhone で編集するとします。その編集が途中のままで、例えばもう自宅に帰って、大きな画面で Mac やね、iPad を使って編集したい時も、そのデータがもうクラウド上に保存されてあるので、自動的に同期して、好きなデバイスで、いつでも写真編集ができます。僕にとってはね、これがやっぱり一番大きなメリットですね。いろいろね、僕も、iPhone だったり iPad Pro、iPad mini、MacBook なんか持ってるんですけども、好きなデバイスで、好きな場所で編集できるっていうのが、一番の大きなこのライトルームを使う理由です。はい。そしてね、ライトルームを使う理由の2番目なんですけども、編集機能はもちろんなんですけども、写真管理も可能なんです。と言いますのは、ライトルームはもうね、単なる編集ソフトではなく写真管理も可能です。
で、ね、今回はの編集の機能の詳細は省きますけども、クラウド保存なので、まあ、先ほども言ったように iPhone や MacBook や、ね、iPad のさまざまなデバイスから同じ写真管理が可能です。フォルダー分けやアルバムの管理もできます。で、僕は有料の 1TB のプランに契約しています。で、大体ね、僕の使う用途だったら1年で大体5万枚ぐらい写真撮るんですけども、5万枚撮ったら大体 1TB がいっぱいになります。まあ、なので大体僕は1年サイクルでライトルームを、まあ、もうどうしても整理してるんですけども、 1TB がいっぱいになった時は容量をね、またね、アップデートして購入することもできるんですけども、まあ、追加料金払ってね。そんなね、大量に写真を保存できるライトルームなんですけども、写真管理が優秀で、あとね、何万枚と保存してたらやっぱり写真を必要な時に探し出すのが大変じゃないですか。ライトルームの優秀なところは検索機能も優秀で、まあ、ここのボタンを押して、まあ、星マークとかつけたり、カメラ、自分が使っているカメラからも写真を選ぶこともできますし、あとね、キーワードで例えば桜の写真を探したい場合とかだったら桜と入れると、まあ、桜の写真がざっと表示されます。こんな感じでね、写真編集だけでなく写真の管理にも優れています。まあ、なのでね、もう編集から写真の管理まで一括してもライトルームに任せれるっていう感じです。はい、続いてね、僕がライトルームを使う3つ目の理由なんですけども、メーカーのプロファイルに対応しているということです。これが何なのかっていうと、まあ、基本的に僕はローで撮ってるんですけども、ローで撮ってしまうとカメラメーカーの、まあ、ピクチャースタイルとかあるじゃないですか、スタンダードとかビビットとか、まあ、富士フィルムでいうとフィルムシミュレーションとか、そういったものはやっぱりローで撮ってしまうとその色は乗らないんですけども、ライトルームのいいところはその各メーカーごとの色を Adobe が忠実に再現した色を適用させることができます。まあ、例えばこちらの、まあ、富士フィルムの X100V で撮った写真なんですけども、これローなんですけども、まあ、富士フィルムの色ってやっぱり色がいいので、どうしてもJPEG で撮ってしまって撮ってしまいがちなんですけども、まあ、このライトルームを使えば、まあ、このように、ね、カメラマッチングありますので、クラシッククロームとかエテルナとか最近のクラシックネガなんかも忠実に再現されていて、このプロファイルを当てることが可能です。まあ、なので、ね、編集のしやすいローで写真を保存して、そこからカメラメーカーの色を当てることができます。まあ、これ非常に便利ですね。4点目、僕がライトルームを使う理由なんですけども、まあ、自分のプリセットが作れるということです。まあ、要するに自分で作成した写真補正の設定が簡単に保存できて、またその保存した設定を別の写真にも同じように当てれるという機能です。まあ、例えばこの写真で、まあ、自分の好きなように編集していきます。編集してまたね、この写真を別の写真に使いたい場合もどうしてもあるじゃないですか。でもこれを一から同じ設定するのって非常に面倒くさいですよね。その場合はここに自分で作ったプリセットを、まあ、当てるとこんな感じで簡単に前の設定が適用されます。はい、このプリセットはね、何枚でも、まあ、複数個保存できるので、まあ、自分が好きなだけ作ってシーンに合わせてね、夜景の場合とか風景の場合、ストリートスナップの場合とか、まあ、いろいろシーンに合わせて作っておいて、それに合わせて撮ってきた写真に、まあ、すぐに適用できるということです。はい、続いて僕がライトルームを使う理由その5です。基本編集はもう明るさとかね、色味の補正とかホワイトバランスの補正とかトーンカーブだったりもう普通に編集できるんですけども、まあ、さらにね、他のね、編集アプリにはあまりない高度な編集機能もこのライトルームには入っています。で、その中でもね、僕がよく使う機能3つをちょっと簡単に紹介します。まあ、1つ目が部分補正です。で、部分補正が何かというと、例えば風景とか撮った時に空だけ明るくて空だけ色を下げたいとかありますね。そういった場合ってハーフ ND フィルターを使って空の明るさを下げて撮影したりするんですけども、ライトルームだったら後からこういったね、部分補正っていうものがありまして、まあ、ブラシとかね、円形とかこの線のところだけ補正できるとかね、上下
上部分とか回転させると下部分とか補正ができます。まあこの機能が便利です。まあ空だけ暗くしたりとかね、明るくしたりとか、この下の部分だけ暗くしたりとか、こういったことが簡単にできます。で、2つ目の機能が簡単に水平の調整をしてくれるジオメトリーという機能があります。例えばこういった室内写真とかね、建築写真とかで、まあ、現場ではね水平を合わせて撮ってるつもりなんですけども、どうしてもね水平が撮れてない写真ってあるんですよね。そういう時にね、このライトルームのジオメトリーという機能がありまして、まあここをね自動っていうボタンを押すと勝手に補正してくれます。で、例えばねどうしてもねかなり歪んでる写真とかだったら、この自動を押しても変な方向にやっぱり機械なんで補正してしまう場合もあるんですけども、そういった時はこちらのガイドツールっていうのがあって、基本となるところに線を平行に入れるとそれが勝手に水平にしてくれます。それは横方向も可能です。こういった機能がついています。これもねかなり便利なので僕は結構愛用しています。あと3つ目が不要なものを除去してくれる修正の機能です。これは何なのかというと、例えばねこの写真で言うと、まあ、ここにコンセントが映り込んでますね、まあ、それを除去したいときに、まあ、ここの修復というところを押して、まあ、この修復できるこのペンのサイズみたいなものを調整して、あとはここをなぞってあげると、ライトルームの方が簡単に判断してコンセントを消してくれます。はい、ということで部分補正と水平を整えてくれる、あといらないものを消してくれるという、まあ、こういった機能がついているので僕はライトルームを使っています。はい、それではね最後に僕がライトルームを使う6つ目の理由なんですけども、あと一括処理ができるということです。で、先ほどもライトルームは写真管理ができて何百枚も写真を保存したり読み込むことが可能です。同じテイストの写真だったらやっぱり一回一回写真を調整するのって非常に面倒くさいですよね。このライトルームには一括で処理してくれる機能がついています。この機能はね1年ぐらいまででしたっけね、PC 版のライトルームの機能だったんですけども、1年ぐらい前から iPhone や iPad のモバイルのライトルームにもこの機能が対応されました。なので、ね、僕はもうこの機能がついたことで写真編集の効率がかなり上がったので、もう今は iPhone か、まあ、もしくは大画面で編集したいときは iPad のみの編集になっています。これがどんな機能かというと、例えば夜景の写真を撮ってきて、まあ、大体同じ色味に雰囲気を合わせたい場合ですね、例えばこの1枚の写真を編集したとします。で、それを他の25枚にも適用させる場合なんですけども、1枚1枚同じように編集するのはめんどくさいので、まあ、ここの3点をタップして設定をコピー、まあ、好きな設定だけコピーできますし、全部コピーしてもいいですし、僕の場合はね結構写真によってホワイトバランスとか違ってくるので、ホワイトバランスは抜いて、ジオメトリーとかね、こちらのツール関係切り抜きとかがあるんですけども、そこら辺は外してコピーして選択を押して全部選択して、あとは下の欄にあるペーストを押すと26枚に写真をペーストするということで、こんな感じで一括で同じ設定を処理してくれます。この写真の枚数は制限ないんで100枚でも200枚でも処理してくれます。はい、今ね貼り付け終わりました。まあこんな感じでクラウドで写真が保存できて、優れた編集機能を持って写真管理もできるライトルームなんで、僕はこの理由でライトルームを使っています。もうこの特徴がなかったら、もちろん無料でインストールできる編集アプリもいっぱいあるわけなんで、まあそれでもいいんですけども、あえて有料でも使うっていうのはこの6つの理由があるから、僕は有料でもライトルームを使っています。まあね、そんなライトルームいいところばかりお伝えしましたけども、やっぱりデメリットとなるものもやっぱり何点かお伝えしたいわけなんで、まあ僕が感じるデメリットは2点あります。それを最後にお伝えして終わりにしようかなと思います。まず1点目のデメリットが、ライトルームはクラウド上で管理なので通信データを使います。まあ、万が一ねモバイル通信で使
うようにオンに設定してたり、 Wi-Fi ルーターとか持っていて通信制限が、まあ、ギガ数の制限がある人なんかは、特にローデータを使う場合はかなりギガを使いますので注意してください。僕もね、あの最初の頃は全く理解してなくて、まあ、ドコモで契約しているギガホとかそういった大容量のギガだったんですけども、まあ、2日で通信制限かかってしまいました。まあね、写真の扱う量にもよるんですけども、でもかなりギガを使うので、まあ、それはちょっと気をつけてください。だから僕の場合は外だったらカフェの Wi-Fi を編集したりと、家の Wi-Fi 使ったりと、極力モバイル通信は使わないようにしています。まあ、それでもね、あのクラウドといってもね、やっぱり一回一回その写真のデータをクラウドから読み込んで iPhone や iPad の Lightroom に読み込んで編集するっていうのはすごいデータがかかるので、キャッシュも保存されています。一回編集した写真っていうのはキャッシュが保存されていて、まあスムーズに編集可能なんですけども、まあね、そのキャッシュを貯めすぎると今度逆にね、この iPhone の方の保存容量を圧迫してしまうので、定期的にね、こちらの上のね3点をタップして、下の設定を押して、まあ、ローカルストレージってあるので、そこのキャッシュファイルのところ見ると、僕の場合はあまりちょっともう定期的にキャッシュ削除してるのでないんですけども、ここのクリアを押すとキャッシュが削除されて iPhone の容量が解放されます。もし Lightroom を使うんだったら定期的にキャッシュを削除することをお勧めします。で、最後の2点目なんですけども、まあ最初にお伝えしたように、この Lightroom は無料プランと有料プランがあります。だいたい僕がね、このさっき紹介した、まあ、プリセットを作る以外の残り5点は有料プランの内容です。まあね、しかしね、やっぱりいろいろ編集ソフトがある中でクラウドが使えて、さまざまな高機能な編集機能がついて、写真管理もできるということで、やっぱりサブスクでもね、やっぱり Lightroom は僕はやっぱり使いたくなるんですね。まあ今はね、この Lightroom がないと写真の生活はできないっていうぐらい僕は Lightroom に頼っています。もうね、完全に Adobe さんの沼にはまってしまっています。 Lightroom は月々払いで、僕が入っているのがちょっとこちらに表を出すんですけども、一番右側の1テラで月々1980円払っているタイプです。一番左のプランから説明しますと、一番左のプランは1テラついて月々980円、これはもう Lightroom のみが使えるプランです。まあ、簡単に言うと、で、真ん中のプランが Lightroom に加えて、まあ、先ほど僕がやめた Lightroom クラシック、 Photoshop も使えるプランで、クラウド容量は 20GB です。それが980円で、僕のプランは真ん中のプランの 20GB が 1TB になったプランです。これを僕は契約しています。で、まあ、あと 1TB だったら少なく感じる人ももしかしたらいると思いますので、まあ、月額ね、 1TB ごとに月額980円払うことで、合計ストレージ容量が 2TB から 5TB、 10TB と増やすことが可能です。さっきも僕お伝えしたように、もう 1TB で契約してて、1テラが満杯になったらローが無制限に保存できる Amazon プライム会員限定の Amazon ドライブっていうのがあるんですけども、まあ、そちらにもバックアップでクラウド上に保存しているので、まあ、溜まったらもう消すっていう感じにしています。まあね、せいぜい僕が使う写真データはもう1年以内ぐらいのデータなんで、残りの古い写真データはほとんど使うことがないので、まあ、Amazon ドライブにごそっと入れております。はい、ということでね、僕がいつも使っている写真編集ソフトの Lightroom を使う理由6点と、まあデメリット、まあ、2点を紹介しました。まあね、正直月々約2000円、年間約2万4000円近く写真編集ソフトに払うのは正直高いです。まあしかしやっぱり、ね、iPhone やね、 iPad、MacBook とかデバイスを問わずに、あとクラウド上に保存されているので、まあ、好きな時に好きな場所で同じ編集がもうできるっていうのがやっぱりこの Lightroom の僕は特徴だと思っているので、やっぱりね、これに一回ハマってしまうとやっぱり抜け出せないです。はい、ということでね、今日は僕が Lightroom を使う理由についてお話ししました。まあね、Lightroom がどんな機能を持っているのかとかね、写真編集ソフトで迷われている方の参考になればいいなと思って今回は動画を作りました。まあ、またこれからも僕は趣味で写真をしていて、こういった写真に関することや撮ってきた写真の紹介とかカメラのレビューとか、まあいろいろダラダラと雑談的に紹介していこうと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。それではありがとうございました。